なめな、ジャイムが。はい、はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。リュウさん、どうも。はい。今日はお時間、取れたみたいですね。なお、やったな。よかった。あ、それか、仕事じゃ、大事なんだ。ちょうどリストラになりましたか。もう、そろそろ。まあ、久しぶりで、今日はね、外動画を撮る予定でしたけどね、チャレンジ動画をね、山に行きたかったんだけど、あいにくの雨ですね。まあ、外は土砂降りです。まあ、それで、セイコーウドクですか。セイコーウドクでね、また今日はこの居室の方で、鹿児島弁講座第2弾をやっていきたいと思いますけれども。雨の中で、ロープを登ったい、木に登った人を撮りたかったんだっけよね。みんな、さあ、風邪いかしてるとか。あ、好きやったんじゃん。いやね、桜島やっぱこう映らないにならんねんと思ったわけ。カッパを切ってやってよ、またと。まあ、まだ晴れた日にですね、まあ、長い間こう止まってましたけど、チャンネルはね、チャンネルはというかね、はい、なかなかこう時間が取れなくて、まあ、時間取れました。まあ、せっかくですから、せっかくセッションできますんでね、また鹿児島弁講座第2弾を今日はこの居室の方でやっていこうかなと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、あったやばいやんかよ。あ、信じ、もし信じてしまうぞ。今日はね、はい、こんまえんな、はい、こんまえん、なんやだっけ、こんまえん茶虫か。はい、はい、あやら、じたま、半端でダメやったらどうやろう。なあ、良い子のみんな、信じちゃダメですよ。今日はね、今日は真面目にやってみたいと思います。はい、真面目にし、まあ、いつも真面目なんだけど、当たり前とおば、はい、当たり前かぼえばめん、まあ、この辺の、じさんどんと語っときね。はい、まあ、あんまりだけも、普段は使わないね、これね。普段は使わないんだけど、まあ、この辺の田舎はまだおじさんのんと茶を飲んだり仕事せたりいろいろこうね集まって語る時がありますからね。はい、まあ、その時は普通にこう飛び交ってるような会話、単語、まあ、それをちょっとですね、鹿児島弁のこうあれ何ですか、ことわざですか。はい、まあ、ことわざがありますから、そのことわざをどういう時に使うのかこう解説を交えながらですね、はい、まあ、この辺のこう持参論と持参論が会話してる会話をちょっと例に挙げながらですね、はい、やっていってみたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、はい、今日は、はい、まずことわざ例文をちょっと引用しますからね。はい、鹿児島のことわざで何ページですか先生。あ、教科書のですね、はい、表紙を開けてください。はい、はい、まあ、表紙しかございませんので、はい、このあれはね、教科書はね、はい、鹿児島のことわざでよくね、どういう時使うのかな。まああんまり仕事の稼ぎをもろてを、はい、まあ、仕事のお手伝い、はい、をもらってですね、はい、まあまあためならん、ためならな、ためにならないこうような、やつ、はい、仕事じゃまんてためならんとに、飯やっとちて、飯食っときゃね、はい、まさに一般先来てね、どんぶん飯食ろう、我々はいます。はい、はい、そういう人の例えをですね、はい、しごちゃこざらんめしゃどんぶいわろち、ことわざですか。ことわざです。鹿児島のことわざです。しごちゃどん、しごちゃこざらんめしゃどんぶいわろち、わがやらというたどうっていう、まあね、はい、まあ最近使わないですけれどもね、ちょっと言ってみます。私も、はい、しごちゃこざらんめしゃどんぶい。はい、そうですよね。しごちゃこざらんめしゃどんぶい。ちゃんと鹿児島イントネーションでお願いします。はい、鹿児島イントネーションですよね。はい、しごちゃこざらんめしゃどんぶいわろち、まあ、わろち言うたわろな、はい、お前、はい、わいって言いますよね。はい、わい、おい、ね、まあそれについてですね、ちょっとまあどういう時に使うのか、どういう感じかね、もうここだけ言ったってこれはもうわけわからんでな、わけがわからん、こうことわざばっかり聞いたち、世間の視野だから、これをまあどういうふうに使うのかちょっとこう
事例を入れながらですね、はい、解説していってみようかなと思います。よろしくお願いします。これね、あの鹿児島県人の方はね、それなりに年齢のいってる方はなんとなくわかる、あ、なんとなく自分はしっかりわかると思うんですけれども、まあ、あのこの鹿児島県人も若い方ですね、はい、若い方も最近使わないでしょうしね、何のことやらちんぷんかんぷんかもわかりませんけれどもね、まあお付き合いいただければと思います。はい、じゃあ行きます。はい、まず、まあ、ここまでこれはもう書いていこうか、ちょっとね、もう字幕で入れた方がええな。まあ、わろから、わろ、さっき使ったけど、はい、わろな、わろ、あ、わろ、わろ、わらじゃなかった、わろ、わろ、わろっていうのは、まあ、わかりますね。わろ、君、まろ、わろ、まろやなよ、そんな、わろよ、わろ。あらわらとかを言いますがね、はい、トンワロアーチワロですね、 お前ですね。はい、あ、そうか、お前、まあ、わかるんだけど、お前、ワイとは違うんですね。確かにワイとはニュアンスが違う。ワイな、はい、ワイも、まあ、一緒、まあね、まあ、あなた、お前、まあ、こう優しく書いてますからね、わかりやすいよね。Y がおいに Y っつで、おいも Y に Y っつという、あの、ありますよね、鹿児島弁で、はい、あの、Y は、まあ、お前とか、あなたとかね。わろっつったら、ほら、わろは、Y が、はらけたときな。はらけたときに、わら、こんわろわっつ。あの、こう、刺すときですね、向かって。まあ、はらけたときがよ、コンワロアチガッポンガなくてコンワロアチワロですね、進んでいきますね。ご理解いただきます。もうワロとかさ、はい、コン単語だけ見たらわからんのな。あ、はい、待ってわからん、何もこっちだし、もうここ続けてこう使うからわかるわけよな。じゃあ次いきます。はい、ガッツイ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 中もね、まあいろいろあるんだな。ガッツイな、ガッツイガッツイガッツイ中どういう時使いますか。ガッツイガッツリもうガッツイ、もうほらこういうような時よな。ガッツイわからんとかよ、じガッツイガッツイガッツリ打つとかと違う。ガッツイ中のあれは、全く全く、ま、難しいよね、これね、全くかな、全く、まこてとかよ、あ、まこて、まこて、はい、まこてとじゃならんち、まったく、がっつり、がっつり、ま、わからんのな、このバカみたちな、がっつり、まあ、これ、あの、例文を作るのに、ほら、ちゃんと単語を説明していってる段階で、もう、ちょっと、手下げます。はい、わかりましたか。はい、わかりました。これな、次な、次はちょっと難しいですよね。ドンピシャじゃ、ガッツイナイスセジョイか。はい、次これを、はい、標準イントネーションで言うと全くわからん。ナイキッセジョイかナイキッセチョイか、こうな、標準語で、標準語で読んでみましょう。はい、ゆうさん、標準語で、標準、はい、標準語じゃね、過去の場面じゃね、標準イントネーションか。はい、標準イントネーションでこれを、はい、ナイキッセチョイか、はい、はい、ナイキッセチョイか、お、鹿児島弁になってしまってる。ナイキッセチョイか、ちょっと違うな、みたいな。ナイキッセチョイかニャポチュゴね。関西やれば。ナイキッセチョイかナイキッセチョイかもう英語やな、もうこれなら英語やと、ナイキッセチョイか、あ、二駅隣でしたらナイキッセチョイかって、そういうの感じだと。ああ、じゃあどっか隣の村いますね。そういう人でしょうの。はい、山崎ほぼ、あ、山向こうか、ほら。あー、じゃあね、今夜青越えたな、向こうの村の人たちもね。ナイキッセチョイかにゃ、うん、まあそうだな、あ、じゃあ標準語だろうか。な、標準語だろうかさ、まあ、ナイキッセチョイかな、ナイキッセチョイかは、はい、どういう意味ですか。意味は分かりますか。分かりました。ナイ
ないっていうのはない何をよ何をみたいな何ですよね。そうですね。ないっていうのは何ないはないないはないはないはこう疑問文が疑問符がつくのな、はい、こういう感じだな。ないないっていうものがない、あれがないこれがないって時も、標準語ではないありませんのことをないって言うけど、はい、まあ過去の場面じゃないつだ何ですね。はい、はい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 な、あーね、あのほら鹿児島はねもうあの島トンガ時代からエゲレスイギリスとエゲレスという歌である島トンガな、エゲレスとの交流は、それは日本全国じゃないの。何やエゲレスは日本全国エゲレスって言ってたじゃないの。いけんじゃったかな、あ大河ドラマでエゲレス、エゲレス、エゲレス艦隊長でエゲレスって何のことかとかね下見してたのかね、地元はイギリスのことエゲレスって言うただろうな。はい、まあ、かイギリスにしたらイギリスって言わずに、じゃあ、で、シマトンが、あれやかも、横娘、ほら、ファイッ、はい、何、何つとかよ、ねえつとかよ、それが始まりでしょうね。多分おそらくない。はい、次いきます。はい、まあない喫せというか喫せというかやな。ない喫せというか喫せる。喫せというか。ないがつきますね。ないが何でしょう。はい。はい。喫せというか。はい、キッセチョイカー、キッセチョイカー、チョイカーは分かります。チョイカーは何ですか。チョイカチョイカ、あ、そういう風に言ったら分からなかったです。キッセチョイカー、キッセチョイカー、何キッセよって言うんですか。やってるかですよね、これね、はい、やってるか、はい、やってるかで、キッセチョイカー、やってるか、まあ分かりやすく変換するとやってるかになりますね、この場合は、はい、ということは何何をやってるかってこれな、ないキッセチョイカ、ないキッセチョイカ、キッセチョイカって言ってるかじゃないわけ。ななな言ってる言ってないじゃなくて、せというかほら、せというかはしてるかやね、なんか、してるか、せ、し、せ、せちょるか、せちょるかちょい分かるかな、せというか、あ、せちょるか、はいはいはい、きっつうな、きっていうことよ、あ、きっ、ほら、怒った時にきっつうな、きっ、きっって言うわよ。これの前身の言葉がありますよ、なえせちょいか。うん、そう。ナイスというか。セチョイカ、セチョイカはこうやって言うかな。メスクときゃ、わがたメスクときゃね、どんぶりめちゃらよち。仕事はとんじゃがせなおっせいち、先祖っせいち。どじゃならんち。まあ、こういう会話。